ダウンか、ダウンです。ダインド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さ、おお、いきなりいった、手をついた、おっと、しかし右を入れた、あ、手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、カウントに、いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですねカシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナイスジャブ、ここで左フック、これサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェスそこに対して2回目、サンチェスも返した、あ、左、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン。サンチェス立ち上がりにかうなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、ポーセイポーカー、いや返す、いいですね、返してる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ここタイミング合ってますね、左フック右から、残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ、止めた、